農省農林水産大臣賞典第42回西洋賞競争優勝機種インタビューを行います。見事な暑さ続きを見せましたダミアンレーン機種にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ではお願いしますスコンビでした。見事G1 制覇に打ち抜きました。初コンビでの見事な G1 制覇となりました。今のお気持ちを聞かせてください。It feels great. The horse was doing their perfect condition while it's been so long. It can be great to do it. もう非常に素晴らしいフィーリングです。レース中の馬の手応えが非常に良かったし、急所のおかげで、仕上がりが高くなったので、ありがとうございました。レースは後方からのレース運びとなりました。イメージ通りのレースができましたか？I was planning to be closer in the round, but when the speed was so solid, I really wasn't worried. And about 1,000, I am ready to really start to come into the race well and there as well. 正直言うと最初前半がもうちょっと近くでいられるかなとポジション的には上がれるかなと思ったんですけれども、スタートしてすぐでペース非常に速かったので、ですからその自分の馬が折り合いを集中して、最後1000m から 800m ぐらいからまだ展開をして、そのままちょっと自信で持ってきましたので、特に下がってる分は心配なかったです。直線の差し足は本当に素晴らしかったですね。本当に直前には、こちらと思っていたことがちょっと見事で、素晴らしい試合を見せてくれました。改めて本当に、オーナーも従者の方に、関係した皆さんがこの出場する機会をいただきまして、どうもありがとうございました。にしても霊騎手、この前の宝塚記念も勝ちました。本当にこの日本で大活躍でしたね。もう本当に素晴らしい1ヶ月間過ごすことができました。彼の20秒の皆さんも、すごくしていただいている方も、日本大好きになりました。それではもう一回また多くのファンの皆様にもっともっと練習からメッセージをお願いします。ファンのことに多くの皆様が、そのおかげで素晴らしいレースになりましたので、ぜひ、このたくさんのファンで、どっかまた会える楽しみしてますので、いつもサポートありがとうございます。優勝おめでとうございました。ダミアンレーン騎手にお話を伺いました。そうなんですよ、父の日が邪魔じゃないのかそれではこれより表彰式を行います。はじめに優勝はオメガパフューム号の関係者に対しまして、中村智也さんより花束が贈呈されます。オメガパフューム号馬主は原玲子様、騎手ダミアン・レーン様、調教師安田翔吾様、そして厩務員は中本淳様でございます。なおご検索でございますが、調教助手は山中誠司様でございます。おめでとうございます。なお生産者は社内ファーム様でございます。続きまして、農林水産大臣賞として農林水産省移動課領で出席現場監督官より大南開始賞状メダルが贈られます。
めでとうございます。続きまして、特別競馬組合管理者武井正明稲国長より砲弾開始賞状メダルが贈られます。おめでとうございます。騎手調教師9名、そして調教助手に対し賞状並びに記念品が贈られます。おめでとうございます。我々の両親で境目にしてあげた症状、そして記念品の認定でございます。おめでとうございます。帰ってから後を向かってからそいつを追い描いて、そいつを追っていく個性が続きまして、 JRA 日本中央競馬会木村和之より校内に対して症状並びに金パンが贈られます。おめでとうございます。症状金パンの贈呈でございます。次に日本馬主障害連合会モノモノ教育障害連合防止委員会委員長、障害連合防止委員会委員長に大谷選手のためにメンタルコントが生まれました。おめでとうございます。症状としてメンタルコントの想定でございます。続きまして、 NAR 地方支援連合協会ニュースパーク長より、大谷選手症状2位、そして町畜産振興協会提供の特産畜産物が贈られます。おめでとうございます。症状トロフィー、そして特産畜産物の贈呈でございます。おめでとうございます。続きまして、日本地方競馬馬主振興協会大野伸之会長より大谷大使賞状並びに記念品が贈られます。おめでとうございます。賞状そして記念品の贈呈でございます。続きまして、東京都馬主会大野山平理事長より大谷大使賞状記念品が贈られます。消毒で思いつつお話していい、またいい匂いがさせて使うと思って、おめでとうございます。症状記念品の贈呈でございます。また騎手、調教師、調教助手、空軍に対しまして記念品が贈られます。11の日の日です。
次の試合